はい、今日もですね、一緒に、似顔絵をですね、皆さんで、描いていきたいと思いますので、ぜひですね、ご用意いただければと思います。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。はい、今日もですね、初ですということですね。はじめましての方が、多いですけれども、はい。紙と色鉛筆または鉛筆ですね。これで、まず最初、似せるためのトレーニングですね。やっていきます。そして、その後、一人ある方をペン入れ、そして、時間があれば着色までやっていきたいと思いますのでね。ぜひよろしくお願いいたします。皆様もよろしければ着色やペン入れの道具もご用意していただければと思います。はじめましてさん、めちゃくちゃ多いですね、今日。はい。そして、オーストラリアからもねご参加ということで、こんにちは、こんにちは。さあ、もうそろそろですね、始めていきたいかな、始めていきたいと思います。よし、今日もちょっとね、皆さんで書いてですね、一緒に学んでいきたいと思いますのでね。はいこんにちは、よいしょかね。はい、今日はよいしょ、はい、みんなで学んで、書きまくらないとということになっておりますので、はい、ぜひ書きまくりましょうということですね。はい、皆さんご用意よろしいでしょうか。ペンとね、鉛筆と紙ご用意してくださいね。はい、ではでは、そろそろですね、カメラを切り替えていきたいと思います。はい、まあ似せるのがなかなか難しいですとね、いうコメントでしたり、お悩みのねコメントをよくいただきますので、それをですね、僕も悶々とした中ですね、数年前はやってたので、そのね悶々を皆さん、晴らしていただければと思いまして、インスタライブでね、似せ方を お伝えしてるわけでございます。まあ、YouTube でもねお伝えしてますけどもね。はい、ではそろそろじゃあカメラ切り替えて、やっていきたいと思いますね。よいしょ、これでいけるかな。さあ、こんな感じでいいでしょうか。はい、よろしいでしょうかね。これで皆様見えますでしょうか。はい、大丈夫ですかね。みんなで学んで書きまくらないとですね。皆さんご用意よろしいでしょうか。そろそろですね、始めていきたいと思います。ちょっとねテンションも上げてですね、皆さんも気持ち高めていただいて、気持ちが高まってますと、いい絵がね描けるというのがありますので、ぜひ皆さん、上げていただいて、はい、楽しくですね皆さんでやっていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。はい、ではよっしゃー言うてますからねよっしゃ、 OK です。出先からなのでコメント、あ、なるほどですね。今日ちょっと書けないということですね。この、ドルフィンさんですね。はい、ぜひその、まあ、見て学んでいただくこともできます。これまた後で残りますので、はい、インスタグラムに私残しておきますので、これまた後ほど見て、一緒にやっていただいてもいいかなと思います。そして何度もやっていただいてもいいかなと思います。はい、ではやっていきましょうか。はい、ではやっていきたいと思います。今日もですね、皆様よろしくお願いいたします。みんなで学んで書きまくらないとやっていきたいと思います。はい、ではですね、はい、初めましての方、よろしくお願いします。結構いらっしゃいます今日、初めましての方。はい、ではですね、まず私が伝えている似顔絵ですね、この4つのステップで書きましょうと
ということとなっております。一つ目、輪郭をシンプルな形で捉えるということですね。はい、まあ、こんな感じで、本当にね、ざっくりシンプルに捉えるんですね。まあ、丸顔とかね、丸顔一覧ですね。はい、まあ、三角、逆三角形の顔もありますよと。まあ、こういった四角い顔の方もいらっしゃいますし、こういった面長、僕みたいなね、こう面長の方もいらっしゃいますけども、本当にシンプル、長方形、まあ、台形とか、まあ、丸と四角組み合わせるとかでもいいですけどね。こんな感じで図形でシンプルに輪郭を表現する。これなぜかというと、あんまりディティールをね、追いかけすぎるとですね、本当に似顔絵が1時間、2時間、3時間かかりましたという結果になるんですね。はい。そして、書き込みが多いと、可愛いよりは、結構リアルな絵に近づいていきますので、やっぱり簡略化してシンプルに短時間で書きましょうということを私はお伝えしております。はい。あ、アイコン自分で書きましたということです。素晴らしいですね。僕はアイコン今お写真ですけどもね。はい。いいですよね。自画像ってことですよね。はい。では次行きましょう。はい。二つ目がですね、これ特徴三つ挙げてみるということですね。はい。特徴ね、この方でしたら、まあ、垂れ眉とかですね、目が離れてますよとかですね、鼻がちょっと大きいかなとかですね、まあ、上げれれば上げれるだけね、特徴が引き出せると思います。で、この今、言っていただいた、言語化していただいた特徴をですね、この第三者が見たときに、わかる、そんな似顔絵がですね、描ければ、すごい親切だと思いますので、ぜひ皆さん、誰が見てもこんな感じでね、離れてます。垂れ眉です。鼻横に大きい。まあ、口も横に広いとかですね。まあ、ちょっと、ふくよかな方かなとかね。こういうのがわかるような感じで、親切に、書いてあげるということですね。はい。では次です。はい。さま、T 字を読み取るということですね。T 字、これ前もお伝えしました。これ T、T の横棒が目の距離感。縦棒、鼻の長さです。こんな感じですね。横棒が、目の距離感。縦棒が、鼻の長さ。はい。まあ、こんな感じで4種類に主に、分類されますよということで、私はやらせていただいております。皆様はどの T 字でしょうか？横長 T 字さん。僕はこちら、縦長 T 字さんですね。まあ、これどっちも短い T 字さんもいらっしゃいます。ビートたけしさんとかですね。はい。これどっちも長い T 字さんもいらっしゃいますということですね。これどれかに絶対に当てはまりますので、これが、ちゃんとできてれば、大体は似顔絵に似てきます。これ結構大切ですよということです。はい。で、次、四つ目、パーツの配置、大きさ、角度の意識ですね。はい。まあ、このね、パーツです。パーツ、眉、目、鼻、口、まあ、耳とかですね、ありますけれども、配置、大きさ、角度、ね、まあ、配置、眉ちょっと離れてるなとかですね、大きさ、まあ、鼻大きいな、口横に大きいなとかですね、角度、目が垂れてるな、眉毛垂れてるなとかですね、こういうのを全部皆さん、言って、言語化してですね、しっかりと表現するということですね。はい。で、下書きの手順はこんな感じです。白紙から始まってシンプルな図形。僕は、丸と台形みたいな、ホームベース型ですね。ホームベース型で撮りました。目線に横棒、センターに、中心線引きます。はい。で、髪型の位置を大体記します。はい。で、これね、こう、パーツを書き込んでいきますね。配置、大きさ、角度を意識して書き込んでいきます。垂れ目ですとかね、垂れ眉です。鼻が大きくて短いです。で、横に長い、口ですと。耳がありますと。ということで、これぐらいの書き込みでいいのでね、ここまでだいたい1分で持っていきましょう。1分以内で持っていけたら、素晴らしいですということですね。はい。ということで、下書きはこのような解説で、このような感じで書いていきましょうということですね。では次からちょっとモデルを出しますのでですね、今言ったですね、お伝えした、ところをですね、意識しながら、4つのステップ意識しながら、似顔絵描いていきましょうとですね。はい。で、まずこちらちょっとフリー素材から、全部今まで芸能人さんとかだったんですけどもね、フリー素材から、お子様をちょっと、持って、連れてきました。ということで、ちょっとね、お子様の下書きぜひ描いてみたいと思います。はい。はい、皆さん、よろしいでしょうか。特徴、じゃあ、まあ、一番。はい、輪郭です。輪郭。はい、この赤ちゃん輪郭なんでしょうか？これはですね、コメント欄までですね、ぜひ、書き込んでいただきたいんですね。はい。さあ、皆さん、コメント欄まで、この赤ちゃんの輪郭、私はこう書きますよ、というのをですね、コメント欄までですね、ぜひ、お願いいたします、ということですね。はい。丸と。
そうですね、丸でいいと思いますよ。はい、丸でいけます、丸でいけますね。あとはありますでしょうか。そうですね、まあ3つぐらいに絞った方が引き出しやすいというのはありますけれどもね。はい、まあもっと上げていただいても全然特徴が多ければ多いほどまあ似てくるというのはありますけれどもね。はい、まあ3つは最低上げましょうってことですね。はい、丸丸丸丸とベース、そうですね、まあ僕もまあ丸が丸かなと。はい、では行きましょう、皆さん書いていきましょう。僕はですね、まあ上にこうちょっと膨らみが感じて、まあ下もちょっとこれぐらいですね。赤ちゃんはこのね、頭の上の方、頭でっかちに書いてあげると可愛く赤ちゃんらしく書けるんですね。はい、で次は特徴3つあげましょうってことですね。はい、まあ目がちょっと笑ってるんでニコッと細いですというところとですね、はい、さあ皆さんありますか。まあ赤ちゃんなんでね、まあお口笑ってちょっと大きいかなとかですね。はい、あ、ベースということ、丸とベース。はい、まああと赤ちゃんなんで体ちっちゃいかなとかですね。はい、眉毛つってるかなとかですね。はい、ではこれで皆さん下書きをしていきましょう。 T 字はですね、まあ、赤ちゃんは結構横長 T 字さんが多いですよってことですね。はい、こんな感じでパーツの配置大きさ角度を意識してじゃあ書き込んでいきましょうということですね。はい、まあ前髪がこの辺かなとかですね、まあ眉毛がこの辺かな、ちょっとまあ、目がね、垂れてるかなとかですね、こういう感じでね。はい、さあ皆さんどんどん書き込んでいってくださいね。まあ、耳があるぜ、ありみがあるねとかね、鼻短いですね、口ですね、結構口がチャーミングなお子様ですかね。はい、まあ、こんな感じで書くともう似てくるんですね。はい、ということでまた体は赤ちゃんなんでこういう風に、小さくやりましょうということですね。はい、さあ皆さんいかがでしょうか。見比べてみていただくといいんではないかなと思います。まず赤ちゃんでした、一人目のモデル。はい、ちょっと違いをですね皆さん見ていただいて、ちょっと参考にしていただければと思います。では次です。はい、こちらですね。はい、今日はですね受講生の方からですね、こちらですね、布袋さんということで、さあどうでしょう皆さん。まず輪郭です。輪郭、お、今兄さんこんにちは。はい、輪郭は皆さんいかがでしょうか。はい、これね言語化してアウトプットした方が皆さんしっかりとしたインプットができますので、こうしっかりとねアウトプットするということで言語化するというのが大切になりますので、ぜひ皆さんやっていただければと思います。輪郭はいかがでしょうかということなんですね。さあ、はい、おもなが人参と、あ、こういう発想もいいですけどね、人参なんですよね。人参なんですよ。はい、人参とかいいです。そうですね、細長いとかね、おもなが間違いないですね。はい、まあ、逆卵とかね、長い三角形、長とかでもね、そうです、こういうのでいいんですよね。まあ、人参とかいう発想もとってもいいと思いますので、これ出ました。なので僕も、じゃあちょっと人参でいきましょう。人参ですよね。はい、まあ、人参にしました。ということですね。はい、そうしま、スコップでもいいかもしれないですけどね。はい、今日の受講生がですね、好きですということでね、ちょっと今回モデルに抜擢させてもらいましたけれども、はい、なんかちょっと、すごいのが来てますけどね。はい。じゃあ次、特徴3つあげましょう。特徴です。特徴、どんな特徴がありますでしょうか？皆さん、おのおのにちょっと特徴を挙げてみてください。私まだおでこ広いかなとか、鼻が長いかなですとかね。まあ、口が、まあ、ちっちゃいかな。まあ、鼻長いですね。まあ、耳も大きいかなとかですね。そういった感じで出している。まあ、あとは、こう、髪のボリュームをちょっと付け足していただきます。で、T 字ですね。T 字。さあ、この方、皆さん、目離れてるか、近いか、離れてるか、近いか分かりますでしょうか。さあ、このね、T 字、目が離れてるか、近いか、これがですね、結構、似せる上で大切となっております。はい。まあ、顎は長めですね。目が鋭い。そうですね、目はちょっと鋭いかもしれない。目近い。なるほど。そうですね。この方はですね、ちょっと目離れてるんですね。はい。なので、まあ目は、あとは、目大きいかちっちゃいかとかですね。目はちょっとちっちゃいんですね。まあちょっと眉毛からいきますけど、眉毛、こんな感じでね。
眉毛描きます。まあ、ちょっとこう、ま、髪の毛の生え際と耳も描いておきましょう。で、目はちょっとこう離れてちっちゃいですね。はい。ここです。ここの幅も結構あるので、ね、距離も保ちながら、ここは一番広いですね。この目の間の距離。はい。で、鼻が長い。鼻長いです。で、まあ、口がこう来て、これで、まあ、大体ね、下書きが完成ということです。長すぎたら削りましょうとかですね。足りなかったらちょっと盛り付けましょうとかですね。こういう風にしていただくといいと思います。まあ、こうやってね。はい。まあ、これでいいと思いますね。はい。では、次行きましょう。はい。こちらもですね、受講生の方が、お、はい。はい。いいですね。こんにちは。もしかしてこれアカウント作りましたね。違うかな。はい。これも受講生の方が今日ですね、どんぐりさんで会ってましたっけ？はい。違いました？はい。この方、じゃあ書いていきますよ。はい。どんな、輪郭でしょうかということですね。輪郭、皆さん、中心線の取り方を教えてほしいです。中心線の取り方はですね、もうど真ん中に一本も引いてしまうというところですけどね。はい。横棒は目線の高さに引いてくださいということです。はい。では、こちら、大丈夫ですかね。中心線。はい。いきますよ。はい。僕はこの頭に作りましたということですね。行動が早いんですよね。私の、今、苦手な花受講生の方ですけどね。はい。はい。ということで、こんな感じで。まあ、あと、こう、やっぱ顔が、こう、ちょっとホームベースっぽいかなとかですね。まあ、あと女性の方の小柄な方なんで、こう、あとは前髪パッツン。まあ、目線がこの辺かなですね。そして目線より上のこの辺が前髪かなですね。で、こういう感じで作りましたですね。アカウント作ったんですよね。はい。今日はですね、レッスン今日4本ですね、あったんですけどもね、めちゃくちゃ楽しかったですということです。これなぜかというとですね、受講生の方のこう、成長が著しいぞということなんですね。はい。もう受講生の方が上手くなるともう僕もね、ほんと嬉しくて楽しいんですね。はい。ということで。はい。じゃあ続きやっていきますよ。はい。じゃあどうでしょう。特徴3つ挙げましょう。目細いですね。とかですね。まあ、ちょっと目離れてるかな。目、鼻が矢印みたいですね。とかね。口が横に広いですね。とかですね。はい。さあ皆さんはどんな特徴が上がりましたでしょうか。はい。まあ、僕じゃあ書き込んでいきますね。眉毛。さあ、まあね、目はちょっと離れてるんですが、さあ、皆さん特徴何か分かれば、書き込んでですね、いただければと思います。まあ、矢印みたいな鼻。鼻と口が近い。はい、間違いないです。もうこれくっついてるぐらい近いんで、もうこれぐらい近くていいんですね。はい。まあ、こういう風に書いていただくとき、下書きで、もうこれぐらい似ますよ、ということですね。なので、下書きがいかに重要かというのがね、分かるかと思います。はい、こんな感じで書いていただくと似ますよということですね。はい、では次こちらですね。はい、先ほどちょっとお伝えした T 字のどちらも短い T 字さんですね。ちょっと鼻がでかいんで長く見えるんですけども、どちらも短いですということです。はい、では輪郭、皆さんビートたけしさん輪郭どう取りますでしょうか。はい、皆さんどんどんアウトプットしていただいてですね、深いインプットをそれによって、していただければと思います。はい。さあ、輪郭は、いかがでしょうか。皆さん、これ、ちょっと時差があるんですよね。さあ、皆さんなら、輪郭はどうするかというところでございますけれども。さあ、まだかかりますかね。はい。はい、OK ですね。カオリンさんとくれる。ということでね、じゃがいももいろんな形ありますからね。はい、じゃがいもも当てはまるでしょうね。はい、下大きめの丸と。あ、それでもいいと思いますね。はい、四角いでもいいですね。はい、四角でもいいです。長方形でもいいですね。はい、まあ、顎は四角いです。エビ線というのがちょっと入ってきましたけどもね、どのあたりか、エビ線、少し長い四角。そうですね。はい。まあ、なので、皆さん、かなり近いです。これを三角とか言わなければ、全然大丈夫です。ということですね。はい。では、僕もです。こう、まあ、ちょっと下、広がってる、まあ、こう、四角で撮りますかね。僕でしたら。
で、まあ、顎もこう、でかい顎がありますと、目線が、まあ、真ん中ぐらい。で、これセンターも中心にど真ん中に引きます。では、髪の毛をボリュームつけて、生え際を描きますよ。耳を描きますよ。はい。で、これ、皆さんわかりますでしょうか？結構顔のパーツが中心に寄ってる、両方とも短い T 字さんなんですね。はい。なので、こう来てですね。さあ、皆さんも特徴をどんどん口でこう言ったりしてアウトプットしてですね、いただければと思います。で、左右の目の形がちょっと違いますねとか、この頬骨がありますねとかですね。まあ、鼻が大きいですね。こういう感じですね。はい。で、こう来て、ちょっとこう、こっちに口上がってるかなとかですね。はい。まあ、こんな感じで、こうちょっと広すぎたなとか、こう切ればいいんですね。はい。まあ、こんな感じで、やっていただくと、ます。もし中心に、かなりね、寄ってる方ですのでね、口の角度、そうですね、口の角度がこう、ちょっとこっち上がってますのでね。はい。まあ、こんな感じでやっていただくと、似てきますよというモデルさんですね。はい。では、最後こちらです。星野源さんでございますけども、皆さん、輪郭はいかがでしょうか？はい。この方はですね、ビートたけしさんとは真逆の T 字さんになりますので、はい。そちらを意識していただくと、似てくるんではないかなと思います。さあ、皆様であれば、輪郭はいかがいたしますでしょうか？というところですね。さあ、皆さん、どんどん参加してくださいね。さあ、皆さん、星野源さん、輪郭、そして、まあ、特徴も3つも挙げてもらっても大丈夫です。わかる方。そして T 字もですね、皆さん、どんどん挙げていただいて大丈夫です。さあ、皆様の思ったことをですね、このコメント欄まで、書き込んでいただければと思います。ちょっとね、書き込んでる間書けないんであれなんですけど、ぜひですね、皆様の、ね、感覚や、思ったことを、ここに書き込んでいただければと思います。はい。さあ、目は離れてるのか、近いのか、鼻は長いのか、短いのか、とかですね。はい、口大きい出ました。口大きいですね。はい、丸足す四角です。いいと思います。頭丸く、下ホームベース。はい、いいと思います。はい、丸と台形。はい、いいと思います。髪のボリューム。そうですね、髪のボリュームもあると思います。ということです。皆さんもうね、的確です。目が細くて離れてますと。はい、間違いないです。そうですね。もうね、大体皆さん分かってらっしゃいますよね。はい、ということで、思い思いの今ね、特徴出てきましたけど、それを書いていきましょう。はい。まあ僕も上はこう丸で取って、まあ四角、まあホームベースみたいな感じですかね。下はこういう感じで僕でしたら取るかなということですね。あと髪の位置をこうね、書き記しますと。で、目線の高さ、センターライン引きます。さあ皆さん、これスピードが勝負です。ゆっくりやると、本当にお写真のようなね、細かい、リアルな絵になりますので、はい。なんか T 字の感覚が分かってきたのか気がします。早いですね。今日初めましてさんなのに、さあもうなんと感覚が分かってきてる。素晴らしいですね。はい。まあ皆さんこれ言ってました。まあ目は離れてるということですね。まあ、まあ眉毛は目線のちょっと上に描きましたと。はい。で、目は垂れてて、この方離れ目さんですね。ということですね。はい。で、鼻もね、若干長いんですね。こんな感じで、取ってあげてですね。あとは鼻と口が近くて、口が横にぐいっと広いということですね。はい。で、顎のスペースはこう取ってあげないと見なくなりますよということですね。はい。まあ、体は標準体型ですので、こんな感じでね、書いていただくと、似てきますということですね。はい。皆様、いかがでしょう？ご自身が書いた下書きとですね、まあ、私が書いたこの下書きを見比べていただいて、ですね、ちょっとこの下書き、このね、似顔絵描く上で大事な、この下書きの参考にしていただくと、良いのではないかなと思います。はい。では、次こちらです。こちら、皆さん、ちょっとペン入れとかですね、行きたいと思います。ぜひ皆さん、下書き、今の下書きをやって、そしてペン入れまでぜひ行きたいなと思いますので、さあ、よろしいでしょうか？さあ、よろしいでしょうか？皆様、準備はよろしいでしょうか？さあ、行きますね。まず、この方も輪郭を見極めていきますと。
さあ皆様の思い思いの輪郭特徴3つでしたり、T 字でしたりね、パーツの配置大きさ角度、これですね、皆様の思い思いのこうだなと思ったことをですね、こちらにぜひ書き込んでいただきたいと思います。はい、いかがでしょうか。さあ、まあ、今日は金曜日の夜ということで、なかなか参加できない方もいらっしゃるかもしれませんけどもね、またあと参加している方もこちらずっと残しておきますので、ぜひまたね、見てくださいねということですね。さあ皆様、渡辺直美さんですね、この方をですね一緒にペンまで書いて、できれば着色までやっていきましょう。はいはい、丸い顔、丸顔、間違いないです。これ誰が見ても丸です。パーツが大きい、そうですね、渡辺直美さんは全部のパーツが迫力がありますよねということですね。はい、まあ目は多分めちゃくちゃパッチリ大きいというわけではないんですけども、このメイクで、結構印象が強くなっているということですね。眉毛もしっかり太いですし、目もこのバチッとこうまつ毛が、ついてお化粧で、印象が強くなってます。鼻も大きいですし、口も大きいです。全部大きいですということですね。はい、ではでは行きましょう皆さん。僕もまあ丸で、まあ丸で行きましょうかね。丸で行ったとしましょう。さあ皆さんの特徴をどんどん書いてみてください。各パーツでかい、間違いないです。唇はっきりですね。下唇が特に、まあ分厚いかなという。ちょっと横顔なんでね、難易度がちょっと上がってるんですけども、皆さん、なるべくねちょっと頑張ってですね、こういうバージョンも書いていただけます。まあ、前髪はこう短いですね。で、髪の毛は下書きではですね、こういう感じで、ざっくりでね、書き込んでいただくと良いのではないかなと思います。こうね、はい、ざっくり書き込みます。そして、体が大きいですね、ということですね。こんな感じで体大きく書く。さあ、皆さん、ぜひですね、下書きからのペン入れまで、そしてできれば着色までですね、行っちゃいましょうということですね。時間がまあ許す限りね、皆さんやっていただきたいと思います。さあ眉毛しっかりやりますよと。で目はちょっと釣り気味で、お化粧があってまつ毛がバチッとさんで、黒目はちょっとちっちゃいかなというような感じですね。さあ皆さんどうでしょうか、かけておりますでしょうかね。皆様の渡辺直美さん書いてですね、ぜひこの後ですね、インスタライブ終わりましたらですね、ぜひ渡辺直美さんアットマークでメンションしてですね、皆さんで、渡辺直美さんにね、似顔絵をお届けしましょうというね、そんな楽しい、企画となっております。はい。さあ皆さん、鼻がね、大きいですよとかですね、こういう感じでね。で、口ですかね、なんといっても、まあやっぱ口がかなり、大きいですよということで、こういう感じでね。はい、まあ、あんまり大きくしすぎると、ただこの、ね、ちょっとふくよかなイメージがなくなってきたりしますのでね、なるべくね、こうバランスが大切なんですけどね。はい。ということで、皆様、進んでおりますでしょうか？大丈夫ですか？こうね。こう来ましたと。さあ皆さん、ペン入れまでねやって、ぜひですね、作品1個仕上げちゃいましょうということですね。このスピード感にも慣れていただくと生産性が上がっていくんではないかなと思います。はい、どんどんねスピード上げてね、たくさんの作品を世にぜひ配信していってください。はい、では僕ペン入れ入りますね。さあ皆様、何か質問等あればですね、聞いていただいて大丈夫ですので、ぜひですね、何かわからないことや疑問、などありましたらですね、ご質問をコメント欄までいただければと思います。さあ皆さん書いてくださいね。この絵見てるのでもいいんですけれども、ぜひ手を動かすとですね、何かしらの気づきがあって、発見があってですね、進歩がありますので、書かないと何も変わりませんということなんですね。はい、では書いていきたいと思います。まあこうちょっとですね、ふっくらとですね、こういきますね。
さあ、どんどんな、見たことがないアイコンの方たちがですね、今、参加してくださってるわけですけれども、どこからやってきてるんでしょうかね。はい。さあ、皆さん、進んでおりますでしょうか。あと、今日はですね、ちょっと僕の、昔のですね、ちょっと面白いお話をご用意してきましたということですね。はい。目線の線の位置はどうやって決めていますかということで、目線はですね、この、まあ、顎からトップ見たときに、ね、どの辺が目線かなということですね。まあ、大体真ん中くらいかなということですね。ということで、まあ、絵も真ん中ぐらいに描いていただくといいと思いますということですね。はい、目線の位置ですね。さあ、はい。森久美子になりますってことですけどね。ちょっと事件が起きてますけどもね。大丈夫でしょうか。はい。まあ、今日初めて見てくださってるってことなんでね。初めからね、車なんか、こう、上手に運転できませんよね、皆さん。はい。初めからね、すべてが、こう、うまくできる方はいませんので、僕もですね、今は、ある程度、慣れてはいますけれども、本当に似顔絵、めちゃくちゃ、書けませんでしたし、紙を破り捨ててぶん投げている時期もありましたしですね、お客様に似顔絵を見せた時に、似てないんだけど、みたいな、そんなリアクションをもらうね、時期もあったんですよね。はい、みんなそんな時期を乗り越えてですね、それでも、ね、そのお客様を喜ばせたいっていう思いでね、続けてる方が、今ね、似顔絵で続いてる方かなと思います。さあ、皆様、進んでおりますでしょうか？ちょっと僕ゆっくりになってますね、今。さあ、皆さん、思い思いの渡辺直美さんを書いていきましょう。ちょっと、さあ、皆さん、そうですね、今日そういえば、私のちょっと、面白いお話をご用意してきましたということで、そうですね。私のことですけども、皆さん、何で知っていただきましたでしょうか？ちょっとコメント欄までですね、僕をどこで知ったか、僕をどこで知りましたかということでね、ちょっとお答えいただいてもよろしいでしょうか？皆様、すいません。書いてるとこお邪魔してすいません。さあ、皆さん、どこで僕のことを知りましたかということなんですね。大体のか、やっぱり YouTube になりますよね。はい。さあ、あと他の方はいらっしゃいますでしょうか？もうこれアウトライン、こう、ちょっとポッ、ポッ、ポッ、ポッとこういうね、こういう感じでやっていきたいと思いますね。YouTube、やっぱり インスタもいらっしゃいますね。はい。やっぱり大概の方が、YouTube だと思う。YouTube ですよね。はい。やっぱ YouTube がね、多いとは思うんですね。はい。で、そんな、YouTube なんですよ。昔の面白いお話っていうのがね。はい。ですね、大体の方はやっぱ YouTube で僕のことを見つけてくださったということなんですよね。はい。本当に YouTube 続けててよかったなと思う今日この頃なんですけれども、はい。まあ、相方のアドとですね、全国のお絵描き好きの方がですね、困っているんだではないかと、僕らにできること何かないかなということで始めたね、この、お絵かきうまくなろうクラブのね、YouTube だったんですけどね。はい。そうですね。僕が専門学校じゃない、美術大学に行ってたんですけども、そんな時にね、今後どうしたらいいかとこう悩んだりした時期もあったんです。そういう悩んでる方のためにですね、こんな美術大学行かなくてもね、こう学べたらいいんじゃないかなと思って、そんな思いで YouTube を始めたんですね。はい。で、その YouTube をやってたわけ、やっぱり YouTube が多いですね。はい。YouTube ね、やってたんですけどもね、僕がね、なんせ YouTube やりすぎるわけですよ。YouTube にどれだけのお時間をこう、かけてきたかわかりません。これまでにですね。はい。まあ、そんな中でね、YouTube はやっぱり、直接的にこう、お金にならないんですね。はい。そしたら僕のやっぱ妻はですね、また YouTube かと。また YouTube みたいな。ね。そんなね、時期があったんです。これはかれこれもう2年前ぐらいのお話ですけれども、また撮影とかね。また YouTube やってんのみたいな。まだ編集してんのみたいな。ね。そんな時期がありましたということですね。
そんな時期もですね、乗り越えてですね、なんとか頑張ってですね、今があるということなんですね。はい。ちょっと、これ時間かかりすぎてますね。大丈夫ですか？はい。なので、皆さんこれ、本当に僕が、お伝えしたのが、やっぱ継続の力というのはかなり、もうこの YouTube やってたから皆様に、僕がですね、今お会いできてるという、この奇跡ですよね。はい。全国の皆様と、繋がれてるわけです、ということでございます。YouTube を、こう、ね、今、200本以上、更新をしておりますけれどもね、本当に、頑張ってよかったなと、今、思ってる、今日この頃でございます、ということです。さあ、皆さん、渡辺直美さん、どうでしょう？僕、今、だいぶちょっと時間かかってます。おしゃべりしすぎました、ということですね。はい。さあ、皆様の、渡辺直美さんはですね、どんな感じで仕上がってるのか、僕もね、今、気になって仕方ないです。ですので、そうですね、この後、渡辺直美さんですね、メンション、タグ付けしていただいてもいいですし、していただく。そして、私、似顔絵花のですね、こともですね、アットマーク、メンションしていただけましたら、絵の方が、ちょっと僕見れますので、ぜひ皆さん、メンションいただければと思います。そして今ですね、私の父親もですね、この YouTube、インスタライブ見てますと、いうことですね。さあ、見てますかね。はい。父親も参戦してくるんですね。はい。新潟にいるんですけどもね。はい。新潟に、父がいる。実家が新潟なんですけどね。ポッペがふくよかになりすぎました。ポッペですね。ほっぺですよね。はい。はい。じゃあ、パーツ書いていきますよ。さあ、私の実家は新潟でございますけども、新潟の方いらっしゃいますでしょうかね。さあ、眉毛を太く描きますと。書いてらっしゃったのが、懐かしいですと。外国の男の子を書いてらっしゃった。どれ、待ってくださいね。外国の男の子がちょっと、って感じなんですけど、待ってくださいね。記憶をたどりますよ。はい。新潟の方いらっしゃらないですよね。はい。新潟で、生まれでですね、ずっとバスケットボールやってたんですけども、バスケットボールじゃもう飯食えない、ご飯食べれない、今後ね、バスケしかしてなかったけどもう無理だという時に美術大学に進んだんですね。その美術大学が横浜でしたよということですね、私ね。はい。横浜の美術大学に、行ったわけですね。はい。横浜の方いらっしゃいますでしょうか？はい。青葉台というところにね、大学があったんですけどもね、二流、三流ぐらいかなの、これ言っちゃ大丈夫かな？美術大学になるんですけれども、はい。さあ皆さん、いかがでしょうか？どんどん進んでおりますでしょうか？ちょっと長くなっておりますかね。さあ皆さんの渡辺直美さん、ぜひですね、後ほど見せてください。はい。そして、僕バスケットしてましたというお話とですね、僕の妹もバスケットしてたんですね。はい。で、なんと私の妹もですね、今似顔絵師として、フリーランスの似顔絵師として、似顔絵しかやってないですけどね、あの人。もうね、僕と一緒で、活動しているということなんですね。はい。レストラン。ちょっと待ってくださいよ。レストラン。はい。ちょっと待ってくださいね。さあ皆さんどうでしょうか、かけておりますでしょうか。渡辺直美さん、眉毛太いね、眉毛キリッとしてる、まつ毛がバサバサ、このねメイク、こう濃いめ、このねこの黒のこの主線2回3回なぞっていただくと、この分厚くかけますよということですね。はい。さあ皆様どうでしょうか。で、鼻もですね、あんまリアルに描きすぎないってことですね。こういう感じでちょっとキャラクターっぽくですね、デフォルメしていただくと可愛く描けますよということですね。さあ、ここからまだ続きます。最後口です。ポイントの口、口どう描きますかということですけどもね、そうですね、こう来てこうしようかな。さあ口です。口がこんな感じですかね。さあ皆さん今何割ぐらい終わって、もう終わってる方いますかね、もしかして。こんな感じでね。さあ、いかがでしょうか。ちょっと、僕の渡辺直美さん可愛くなりましたね。
さあいかがでしょうか。で、唇が厚いんですね。厚めの唇を描いてあげると。で、下はもっとこう厚いかなというのを描きますと。これで大体もうね、ちょっと喋りすぎてね、長くなったんですけども、完成ですとですね。はい、なんかちょっとこう目がありますけどもね。はい、これでペンで、さあ着色ね、まだちょっと見たいんですけどっていう方がいらっしゃれば、着色までですね、ちょっと頑張ってみようかなと思いますけれども、着色が、見たいですという方いらっしゃいますでしょうかね。着色見たいですという方がいれば、この後水彩着色です。今日僕色紙に書いてますので、水彩絵の具での着色になりますが、見たいですよという方がいらっしゃればですね、やりたいと思います。さあ見たいということで、はい、ありがとうございます。そのお言葉を待ってました。ちょっとやりたくて書きたくて仕方がなかった。お父さん、お父さん、お父さん、お母さんと息子さん、息子、あれ YouTube ですね。はい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 、YouTube、 街角スケッチですね。はい、あれは懐かしい。よく覚えてらっしゃいましたね。あれカフェですね。梅田のですね、カフェで、当初まだアドとで二人でね、活動を結構ね、してた時期でしたけれども、今もコロナで全然もう相方ともね、会ってない日々が続いております。たまに今ね、LINE でやり取りするぐらいなんですけれども、はい。では、そうですね。妹もですね、そうなんですよ。ね。兄弟対決っていうね、YouTube もかなり前に出してます。さあ、それでは、ホルベインのね、水彩絵の具です。これを使って、ちょっとですね、ちょっと、なるべく10時までには終わるようにやりたいと思います。さあ、この絵の具塗る前に、このダーマトグラフというのが、キーになりますということですね。ダーマトグラフ。その前に、下書きを消しますと。さあ、これはですね、消える色鉛筆というので書いてるので、こうね、ちょっと練り消しで、こうね、擦るだけで消えますと。さあ、ぜひお願いしますと。皆さん、優しいんでね、ぜひお願いしますということで言ってくださってますので、これで多分、髪の毛とかがかなり難易度高いんですけどもね、今回わざと持ってきました。こういうね、難しい髪の色の方、ね、言ってきました。ということで、ダーマトグラフを入れていきます。ダーマトグラフは油性の色鉛筆になっております。ということですね。で、できた、言ってますけどもね、夏美さんができたと言っております。僕の妹も夏美さんと言います。はい。はい、そうなんですね。さあ、では行きましょう。両ほっぺ、ね、に、まずハイライト。これハイライトですね。あらかじめ入れておくことで、油性のね、色鉛筆なので、これをあらかじめ入れておくことで、水彩で塗った時に、ここがね、浮かび上がるというね、マジックなんですね。はい。これも師匠というかね、似顔の先輩に教えていただいたんですけどね。はい。では、こうですね。さあ、どんどん皆さん、ちょっとこうね、毛の流れ、ハイライトをちょっとこう入れ込んでいただくとですね、クオリティの高いですね、似顔絵が描けるようになりますのでね。はい。さあ、両平。横ですよね、これ横。横合ってるかな？僕の高校の同級生が見てますということですね。はい、ちゃんと見てくれてるんでしょうかね。なぜかね、知らないとこから僕の高校の同級生や高校のバスケ部の後輩とかがですね、フォローしてくるというね、ことが起きてるんですけども、はい、両平、はい、横、久しぶりなんですよね。これたまにこうチラ見してくれるっていうね、嬉しいんですけどね、これ同級生。はい、さあ、皆様、まずこれでハイライトを入れてってことですね。ハイライトを入れて、これに、じゃあ着色です。着色、さあ、良平はですね、今多分新潟で、おい
あの、多分消防、いや、警察ですね。警察官。僕、捕まるかな？はい。さあ、塗りいきましょう。塗っていきます。皆さん、張り切って塗っていきましょうということですね。あの、この肌色は、ね、ベタでですね、塗るんですね。肌色ベタです。あの、アートスティックスは肌色だけでも強弱を結構出すんですけども、水彩はまた全然違うということです。前はね、アートスティックスで、やらせてもらったんです。今日は水彩で、なるべく今、早めで、仕上がる塗り方ですよね。ちょっと手を早めに動かしてですね、やっておりますと。何の多いでしょうかね、良平くん。はい。さあ皆さん、何かわからないことですかね。疑問等ありましたらですね、コメント欄までこのお時間ですね、何でも聞いていただければお答えいたしますので、ぜひ皆さん、聞いてくださいということですね。はい。いやー、本当に先ほどのお話ですけども、もう本当に、YouTube ね、本当にね、続けてきてよかったなと。本当に YouTube って収益金とかあるんですけど、ほぼないですからね、あれ。はい。僕ら、アドとね、2万6000人ぐらいいらっしゃるんですけどね、登録者さんが。ほんのない、もう本当にボランティア活動っていう感じですけどね。アドと、二人で、情報を、撒き散らしてきたということですね。僕の似顔絵のスキルをですね、本当に、200本近い動画に散りばめていますので、まあ、全部見るの大変だと思うんですけどね。すべての動画に何かしらのヒントが隠れておりますので、ぜひですね、似顔絵学びたいですという方ですね、そちら見ていただくといいんじゃないかなと。はい、これベタで塗りました。ベタで塗りましたら、さあ、動揺してましたか？はい。筆染機で、この肌色を洗い落とします。このね、今筆は、熊取筆という筆を使ってですね、塗っております。この持続力があるんですね、塗るときの。はい。では、パレット汚いんですけども、次は血色を入れていきます。なるべく早めでね、入れますということですね。このブリリアントピンクとオペラを調合してですね、いきますということです。こういう感じですね。はい。さあ、このほっぺ、両ほっぺとかですね。さあ、皆様の渡辺直美、このインスタライブが終わった後、見るのが今から楽しみなんですね。多分ですね、卒業生のですね、亀井さんとかはですね、今とんでもないのを仕上げてきてるんではないかなと思います。はい。ね、卒業生の本当に、ザ・ストイックと言われていたね、亀井さんですけども、来月から、来月もあさってですよね、もう10月終わりです。似顔絵のフリーランスとしてですね、活動を始めると、いうことなんですね。もうめちゃくちゃ嬉しいですけどね、僕からしたら。さあ、あとこの目のところに、結構メイクがピンクなので、こう、そこもちょっと表現入れてあげましょうということですね。はい。で、はい。さあ、皆さんいかがでしょうか？色塗りも着々と進んでますか？それとももう、できておりますという方も中には、もしかしたら出てきてるんではないでしょうか？はい。さあ、水彩着色はですね、アートスティックスよりも、亀井さん、水彩着色はアートスティックスよりも、ちょっとお時間かかりますのでね。はい。さあ、似顔絵亀井さん、ぜひですね、この後、覗きに行ってみてくださいね、皆さん。過去の、まあ、似顔絵、私のプロコースご受講いただいたんですけど、その時のね、軌跡が、投稿に、過去投稿にね、残っていると思いますので、ぜひ、覗きに行っていただければと思います。さあ、皆様、このメイクを描いてですね。さあ、ここまで来ましたら、ちょっと背景行きましょう。結構ピンク味が、強いです。まあね、でもね、まあ、服が水色というところを、横のね、子供、息子くんは5歳なんですね。僕の子はね、3歳ですよ。3歳、2歳です。3歳、2歳の年子育児で、ようやく、ちょっと落ち着いてきましたということですけど、まだうるさいですね、下が今。さあ、服が、ブルー。それで髪の毛結構黄色がメイン。ということで、先ほどちょっとピンク割れてた。まあ、ピンクでいきます。ピンクです。
こういったですね、あの服装や髪の色も考慮しながらですね、この背景の色を決めるといいんですね。まあ僕も今回シンプルにピンクベタでいきます。さあ皆様お時間が大丈夫でしょうか。もうね、疲れたよという方もいらっしゃいますかね。さあ皆様ちょっとうちの下の子も今泣き散らかしてるわけなんですけれども、さあもうちょっとお付き合いいただいて、この完成まで、一緒にですね、駆け抜けましょうということですね。さあ、これもですね、なるべくはみ出さないようにですね、塗っていた、あ、上の子かなこれめちゃくちゃ泣いております。さあ皆様何かご質問等ないですか。大丈夫ですか。ご質問等はないでしょうかね。仕上がってきておりますよ。さあいかがでしょうか。さあさあなんていう、あ、熊取り筆です。熊取り筆ですね。はい、熊取り筆という筆ですので、これを使うと結構水水分含んだり絵の具をよく含むので、長時間こうね、塗ることができますということですね。ね、さあ NS 夏美さんという方、すごい勉強熱心ですよね。さあ、あ、これピンク入りました。そうしましたら、なるべくね明るめの色から入れていくといいですよと、まあいうことで、次は黄色系でですね、この髪の毛の黄色かなというところを、まあこれ本当に細かくですね、この髪の結び目、2つ目は何色だしとかやってたら本当に時間かかって仕方ないので、もうこうアバウトでいいので、こう言ってですね、でこの辺から色が緑チックになってきたなと思ったら、もうアバウトでいいんでね、これ本当に早書き似顔絵ですので、本当にその写真のように肖像画のようにねリアルに表現するんであれば、そういうのを大切にした方がいいかもしれませんけども、あくまで早書きのね、似顔絵になりますので、まあ細かな部分はそこまで、気にしないでいただければ、気にしないでいただいていいかなと思いますね。はい。で、黄色がこの辺も見えるぞということですね。さあ、そしてこの上の方は、これは何色でしょう。ちょっとこういう色が見えてですね、こう薄い色から入れてあげるといいですね。薄い色から、入れましょうということですね。さあ、入れて、さあ、皆様、よろしいでしょうか。ご質問等はよろしいでしょうか。こうね、入れていきますよと。はい。練習用に水彩のスケッチブックはありますか。練習用ですね。スケッチブック、水彩はですね、結構水含むので、これ仕上がりが僕がおすすめなのは、これです。色紙です。色紙。色紙は、また、そうですね。この後、この投稿をあげますけど、そこに、説明欄に書いておこうと思います。はい。色紙の竹というのを使ってます。で、服のこの水色ですよね。さあ、水色。ちょっと僕も気合が入ってしまいました。森久美子さんが完成しましたということで、ご報告が入りました。まあ、ちょっと後ほどチェックさせてください。森久美子さんをちょっとチェックさせていただきたいですということですね。さあ、皆様は誰が完成したでしょうか。ね、最初僕も本当に、ね、仕上がったら全然違う方に仕上がったというのは、本当によくあったことですのでね、いいと思いますよ。書くことが大事です。めげずにですね、書くことが大事なんですね。継続が何よりも大切ということです。僕も YouTube ね、2年前は本当毎日上げてまして、毎日すごい顔で僕のね、嫁さん、妻に見られてたわけですけれどもね、そういうね、継続も大切ですよということですね。はい。さあ、皆様、いかがでしょうか。水彩はやっぱりちょっとね、時間かかりますね。こう、絵の具をね、こう、ちょっと、ね、水で洗い落として、で、絵の具つけて、また違う色つけて、洗い落としてつけて、とね、こういうのがあるので、ね、ちょっと時間かかるんですけど、まあ、かなり、発色はいいので、
仕上がりは結構綺麗になるかな。大魔王、大魔王ができたということですね。まあ、ちょっと大魔王もあの後ほど、ちょっと花をメンションしていただいてですね、大魔王さんもちょっとチェックさせていただきたいなと思います。さあ、皆様の大魔王はいかが、皆様の、ナオミさんはいかがでしょうか。皆様のナオミさん、さあ、仕上がってきておりますでしょうか。大魔王にはなってない。森久美子さんにもなってないでしょうかね。はい。まあ、ここは黒で、まあ、この辺も黒で、黒で、たまにこういうとこも黒でと。さあ、いかがでしょうか。さあ、今日は僕の同級生も見てくれたということで、本当に楽しいです、本当に。ね、受講生もね、たくさん、卒業生も、見てくださってるということで、本当にね、僕嬉しいです。皆様がいなかったこのインスタライブ、本当に、寂しくてね、悲しいものになりますので、本当にご参加いただいている皆様のおかげでございます。はい、ありがとうございます。はい、さあ、もうこの時間もですね、間もなく終わろうとしておりますけれども、皆様の渡辺直美さん、いかがでしょう。これはね、特に色をいろんな色使うんでね、ちょっと難しいモデルだったんではないかなと思うんですけどもね。はい、間もなく、ちょっとこれ僕、難しい、ちょっと手がかかりすぎるモデルを選びすぎました。皆さんも結構時間かかってるかもしれません。まあ、こうピンクが見えるときはピンクをこう入れていくということですね。まあ大体でいいです。これ全部細かくね、やっていたら、本当に朝を迎えますということになりますのでね。さあ皆さん、いかがでしょうか。さあ、もうすぐ終わります。間もなくゴールですよ。はい。で、ここまで来たら僕はですね、毎週楽しみです。ああ、嬉しいですね。僕もね、毎週結構楽しみなんですよね。はい。おかげさまなんですけど、本当に。はい。そして、ここからですね、カラコピックで、入れていくということですね。こういった細かい部分は筆だと僕は難しいので、こういったですね、カラコピックで入れていきます。発色もいいですしね。こんな感じですね。さあ、皆様疲れておりませんでしょうか。結構まだ皆様見てくださってるということで、本当にまたまたありがとうございます。今週もね、おかげさまで楽しませていただいておりますと。はい。僕がもう本当毎週ね、今日も本当昼過ぎぐらいからも、今日ライブ楽しみだわっていうことでね、妻に話してたんですけどね。はい。本当楽しみなんですよ。楽しい、ありがとうございます。ね、今日初参加の方からね、楽しいですと言っていただいて。はい。まあ、こんな感じで、書いてですね。さあ、間もなく完成を迎えるわけですけれども、皆様の、ナオミさん、完成したと方いらっしゃいますか？完成してるぞと、花さん、もう私、僕、とっくに完成してるんですけど、という方いらっしゃいますでしょうか？遅いよと、ね。いう方いらっしゃいますでしょうかね。さあ、ありがとうございます。このアキラとちくわさん、私の今、似顔絵のプロコースの受講生なんですけども、めちゃくちゃ課題やりますからね。課題、出した課題の3倍ぐらいやりますからね。めちゃくちゃうまいんですよ。はい。僕、度肝を抜かれてますということですからね。さ、バリオスインク、そうなんですよ。今ね、ないんですよね、あんまり。そうなんですよ。なので、画材屋さんを、で、今日の受講生もおっしゃってましたけれども、ないみたいですね。このインク、補充用のインクですけどね。僕、大阪梅田のね、トゥールズでちょっと先日、ちょっと結構買わせていただきましたけども、はい。結構、早めに買わないとなくなるかなと思いますので、で、今これ、W の33で、この影をつけていますよ。ちょっと絵の具が乾いてないんで、ノリが悪いですけれども。はい。まあ、こんな感じでですね、入れていくんだよってことですね。はい。まあ、この、水彩タッチに関しては、まあ、ちょっとこれぐらいで今日もう押さえとこうかなと思います。ちょっと加筆して、投稿にまた明日か明後日かね、あげたいと思いますので、そこちらでまたディティールを
ですね、確認いただければいいかなと思います、ということですね。はい、ということで皆様完成しましたでしょうか。ここでね、ここピンクですねとかですね、ね、こんな感じでやるともう可愛いですねとかですね、可愛くできましたね、ちょっと可愛くなりすぎましたかね僕。さあ、渡辺直美さんが完成しましたよと。はい、眉毛はですね、眉毛は E の71ですということですね。はい、眉毛は、このグレーで、グレーだとちょっと暗い印象になるので僕はこの色を使ってます。さあ、そろそろフィナーレですよ、この今日のインスタライブもそろそろ終わりということですけれども、皆さん長々ご参加いただいた皆様ありがとうございました。はい、グーポーズやハートマーク、ハートポーズはいただいてありがとうございます。さあ、ということで、今日はまたこれ投稿でね、あげますので、ぜひ皆さん詳細ディティールはそちらでご確認ください。はい、秋田とちくわさんありがとうございました。はい、でちょっとカメラを切り替えましょうということですね。はい、見てよかったです、 ありがたいですよ本当に。はい、はい、ありがとうございます。天才ん、さあ、楽しかったという声いただけて本当に良かったです。本当にね、困っている似顔絵を描いててね、困っている方の何かの助けになれば、嬉しいです。このインスタライブはですね、今毎週ですね、開催しております。今週は金曜日でしたけどもね。はい、ということでちょっとエンディングに入りたいと思います。さあ、今日もなんだかんだですね、1時間ぐらいやってしまいましたね。これもうすぐ切れるかもしれません。はい、ということで質問が思い浮かぶレベルになるように頑張りますということです。はい、もういつでもね、DM でも送っていただいて大丈夫ですので、今日もついていくのがやっとでコメントできません。そうですね、まあ、確かに、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。楽しかったという声でしたりね。そうですね、まあ、ちょっとこの一緒にやっていただくと結構できると思うので、まあ、今日は一緒にやっ、こういうねライブの日はせっかくなんで、まあ、一緒にやっていただいてですね、まず質問あれば DM 等に送っていただくといいかなと思います。はい、こんな感じでね、できましたよということですね。はい、今日はですね、渡辺直美さんまで、書きました。最初に、5名の下書きですね。皆さん、こんばんは。はい。まずは、まあ、5名のね、似せる下書きのトレーニングやってからですね、ウォーミングアップしてから、ペン入れ行って、で、着色まで見たいというお声いただいたので、着色までやりましたけれどもね、渡辺直美さんということでした。いかがでしょうか。ね。渡辺直美さんですね。はい。絵が下手だから美術を。めっちゃくっちゃ言われたと。僕絵が下手だから。お、でも5取ったってことはね、やっぱり評価されてるんですよね。はい。素晴らしいです。5がマックスですよね。はい。ということで今日は水彩着色ですね。水彩着色で渡辺直美さんを描いたわけですけども、皆さんも多分今回、仕上がってる絵があるかと思いますので、ぜひですね、アットマーク、渡辺直美さんですね、メンションいただいて、ぜひ、渡辺直美さんに、この似顔絵でですね、エールでしたりね、エールを送りましょうということですね。はい。そして、今日描いた似顔絵ですね、私、似顔絵花のアットマーク、似顔絵、アンダーバー、花のね、メンションをしていただいて、投稿いただければですね、はい、私が絵をチェックさせていただきますので、また何か、アドバイスなんかもさせていただきたいと思いますので、ぜひ、アットマーク、似顔絵、花とですね、アットマーク、渡辺直美ですね。はい、もしかしたら渡辺直美さんが見てくれるかもしれません、ということです。僕は確実に見ますということですね。はい、
ということで、あとですね、私のメンションしていただければ、私が、リストーリーというものをしまして、僕のストーリーズに、こう、バーッと皆さんが乗ります。はい。そしたら、今、23名の方がご視聴いただいてますけれども、この方々に、がメンション、友達になれるってことですね。はい。まあ、あとは僕のインスタグラムを見てくださってる方々が、見てですね、皆様の絵をこう見て、ね、このフォロー、相互フォローでしたりね、こう、繋がっていただけるんではないかなと思いますので、ぜひまたね、僕を活用していただいて、似顔絵仲間、なかなか周りにいないと思いますので、作っていただければいいんではないかなと、そんな風に思います。はい。ということで、渡辺直美さん、ちょっと美人になりすぎましたか？大丈夫ですか？はい。はい。ということで、今日もですね、ちょっと長くなりました。長調和となりましたけども、参加いただいて皆様、ありがとうございました。はい。ということで、あとですね、最後、11月4日、もう11月突入です。早いです。もうあと2ヶ月で終わります、ということです。なのでですね、ぜひ皆さん、ちょっと今年まだない、チャレンジしてないな、チャレンジしたいな、ということがあればですね、11月4日水曜日ですね、この10時からなんですけども、私、似顔絵派なのですね、無料のグループレッスン、ございます。はい。こちらあとね、枠が3枠ありますので、似顔絵花のね、今僕がこう、一方通行でお伝えしてる、このインスタライブになりますけれども、はい、そのグループレッスンではですね、ご質問、なんかお悩みをいただいて、その絵を見させていただいて、絵を拝見して、そちらの絵に直接アドバイスができたり、添削ができたりというようなね、お悩みを直接解説すると、いうような、お悩み解消、お悩み解決、グループレッスンが11月4日水曜日、10時から、朝10時です。朝10時、夜10時からやってもとんでもないことになりますのでね。朝10時から残り3枠ありますので、ぜひ皆さん、ちょっと今の現状を変えたいでしたりね、この悩み解決したいという方は、お申し込みいただければと思います。お申し込みは私の似顔絵花のプロフィールのリンクツリーというところからですね。お申し込みいただけます。絵の、後ろの絵そっくり。はい、ありがとうございます。あれは僕の大好きな、海外アーティストが描いた私です。ということです。はい、亀井さん、ありがとうございました。楽しみにします。はい。皆様、できましたでしょうかね。似顔絵ですね。こうやってみんなで描いたら結構楽しんで描けるんではないかなと思います。これ毎週のですね、週末の楽しみにしていただいてですね、来週への、その次の週の活力に、していただくといいんじゃないかなと思います。あ、亀井さん、ありがとうございました。亀井さんが参加する回も僕も楽しいですからね。またぜひ、お願いいたします。はい。ということで、以上となります。本日もですね、ご視聴いただき、ありがとうございました。楽しかったです。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。そうですね、そうですね、この間も言ったんですけど、行動すれば何かが変わりますということですね。はい。行動しなければ明日も今日のままなんではないかなと私はそんな風に思います。はい。ということで、またまたということですね。はい。ということで、また、来週ですね。来週は土曜日の夜9時から、似顔絵インスタライブ。はい。やりますので、はい。あ、ね。この今ありがとうございましたというね、コメントくださった、やっちゃんさんですね。来月から、プロコース。ね、3週間体験コース始まりますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。ミッサットさんもありがとうございます。はいよ、ということでね、はい、ということで、ね、本日もご視聴いただきありがとうございました。また来週皆様にお会いできることを楽しみにしておりますので、ぜひまた練習皆さん頑張ってください。私も頑張りますということですね。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。ゆっくり休んでください。ではおやすみなさい。ありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。Smoke in the mirror, crazy.
you made me smile. And now you made me smile.